テーブルの上に置かれた器の中のバラの枝葉と花々。フランスの印象派の芸術家ルノワールが1880年頃に描いた花瓶に生けられたバラ。葉の緑の補色の色である赤とピンクのバラが黄緑と青の絵の具を塗りつけた筆の跡が残る背景と3本の足がついた鉢に取り囲まれて鮮やかに生えています。その鉢が置かれたテーブルの表面にはテーブルクロスの模様や花の影に見える様々な色彩のタッチが散りばめられています。本作品はルノワールの顧客だったポール・ベラールの館を飾るために制作されたと考えられています。メインのモチーフである花だけでなく背景や机の上までが彩り豊かに描かれた本作は室内を華やかに飾って喜ばれていたことでしょう。